ラウールが3年ぶりのアンアンソロ表紙、本人監修グラビアで3つの美を見せる。ラウール、スノーマンが3年ぶりにソロ表紙を飾るアンアンの2408号が7月31日に発売される。主演映画、赤羽骨子のボディガードの公開を8月2日に控えたラウール。本人と意見交換しながら作り上げられたグラビアでは、タイムレス、エフォートレス、ボーダレスの3つをテーマに撮影が実現した。ラウールが時代を超える身、越境する身、自然体の美を見せる。インタビューでは、赤羽骨子のボディガードの話題のほか、アーティストやモデルとしての活動、パリでの挫折、そしてスノーマンへの思いを語った。本号の特集は、国や言語、世代、ジャンルを超えて話題を集めるトピックを紹介するボーダレスカルチャー2024。